どうもゲニですよろしくお願いします。ということで今回も『ヴァンティラッシュ』をやっていきましょう。ということで。 はい。今回なんですけども、こちらの新キャラのフズフ、そしてジンベイなんですけども、弾いた方がいいですかという質問が結構多かったので、まあ答えていきたいと思います。うん。やっぱり気になってくるのは、この13日間しかないっていうところなんですよね。はい。なんとこちらのガチャの終了期間が2月16日。そうですよね。人獣街道。そしてですね、こちらの夢ルヒ。こちら、自夢ルヒとこの 獣街道も2月16日で終了になってくるんですよねってなってきたらですよ、もうさすがに来るでしょう、4体目という感じね、思ってきたんだよね。うん、だからね、俺的にはもう今無理食い引く必要は全くないと思います。はい。えー、まあね、メダルだったりタグの方もですね、今からちょっと見していくんですけども、そんなに、えー、と無理して引くような価値があるかって言ったら俺はないと思います。はい。で、こちらがですね、内入りチンベアのメダルになってくるんですけども、 体力が70%以上の時受けるダメージが5パーカットというもので、こういう特性に関して言うとね、えー、めちゃめちゃいいものにはなってるんですが。 こちらのねタグがで、すねいかんせ合わせにくいで過去のジンベイと合わせに行ったとしても、この和の国と麦わらの一味が合ってこないんですよね。はい。えー、まあ過去で言うと、やっぱり王家七部会とかになってくるので、この麦わらの一味が合ってこないという感じになってくるので、これがね、結構合わせにくかったですね。なので、今の段階で言うと、そんなに必要ではないかなというふうに思います。で、気になるやっぱり、フーズ風フーのメダルでなんですけども、固有特性が多い 終わってるはい体力が70%以上の時に与えるダメージが5%なんて正直な話そんな条件つけなくても、えー、いらない <laughs> この条件はマジでいらないですねうんただタグに関してで言うとめちゃくちゃいいうんなんだけども、まあ、前回のイベントメダルのサーベルタイガーメダルの方が圧倒的にいいんで、はい、今回もこれにを、えー、目指してゲットするのは、えー、やめた方がいいですただしやはりあのフーズーフー うん、このキャラクターに関してで言うと、緑のゾーン系のキャラクターになってくるから、人獣カイドをメインとして使ってる方はですね、やはり今マムが暴れている中、赤が結構暴れてるわけじゃないですか。なので、ゾーン系をつけて戦っていきたい。えそうすることによってカイドのね、延命率っていうのは上がってくると思うので、うーんっていう方はですね、俺フーズフーゲットしといた方のか、えー、カイド、えー、人獣カイドを強く使っていけるんじゃないかなと、えー、いうふうに思います。 ただやはりね、2月16日にこのガチャが切り替わっていくのが多すぎるのと、今回新キャラとしてやっぱ出てきたこのキャラクターたちが2月16日って終わりってことは、もうね、ほぼほぼの確率で4回目これ来ると思うんだよね。うーん、なので、えーと、俺はですね、えー、その2月16日に新調フェスが来た時に、このキャラクターたちがそこに入っているのを信じて、えー、待った方がいいと思います。本当にね、人命めちゃくちゃ めちゃちゃ強いんですよ。冗談抜きでめちゃくちゃ強いんですけども、ちょっとね、2週間ぐらい我慢してね、うん、その中に入ってることを願って、えっ、ー、と、新調フェス待っていった方のがいいかな、というふうに思います。はい、まあ、ってな感じでね、ああ、皆さんが気になるところ、まあ、ちょっとお話ししたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ、今回ね、短い動画になるんですけども、ぜひとも皆さんガチャする方は頑張ってみてください。てなわけでですね、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 加呢。